エジプト出身のタレント、フィフィ4 8が12日までに自身の X、旧ツイッター、を更新。パリオリンピック、五輪、のスポーツクライミング女子複合で初出場の盛り合、い、I、20イコール茨城県連盟、がボルダーで苦戦したことに言及した、写真、ボルダーの第1課題のホールドに届かず。 0点に終わった直後の森合森は得意のリードで関東に迫る最高得点961と追い上げたがボルダー7位の出遅れが響き4位に終わったボルダーの第1課題のホールドが高い位置に設定されていたことから身長154センチの森が届かずに0点に終わったことに SNS 上などで議論が巻き起こっているフィフィはパリ五輪リスポーツクライミング複合女子の決勝で 森井選手が第一課題のホールドが高すぎて何度も助走をつけてジャンプするも、届かず0.2と書き出すと今回の五輪で IOC は多様性を前面に押し出してるようだけど、これって配慮がない。と抗議されるべき案件じゃないのと綴った。この投稿に SNS 上では、口だけの多様性で選手ファーストとは思えないですよね。 オリンピックは欧州人のためにあるもので多様性の中にアジア人は含まれないということでしょう。柔道のスロットでもわかるように、普通に公開いじめだと思いました。といったコメントが寄せられた。